金の扉ですね。確実に旅館やん。やっぱこの土の子。待って待って待って、怖い。何？致命的なミスリードが発動しました。待ってくれよ、おい。上出来だ、ヘビ探偵くん。待って、すごいゾワッとしてんだけど、今。土の子？そうだよ。土の中といえば土の子だよ。救世主 X は温泉ではなく、土の子目当てに土の中を無償で掘り起こしたんだよ。確かに、土の子の100万ゴールドが目的なら見返り的にも十分だけど。正解のようで何か誘導されてるような。え、待って待って待って、怖い怖い怖い。え、何？え、あのドクターが真犯人なの？70万ゴールドの損失を埋めるには100万ゴールドの土の子以外ありえないだろう。なんか急激でめちゃくちゃ悪い顔になったんだけど。いや、まあブラックドクターだからいいやつではないんやろうけど。名探偵の名推理を信じたまえ。待って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 、ゲームオーバーの可能性。救世主 X のお目当ては土の子の100万ゴールド。これここから立て直せるのか。温泉発掘ってのは建前上の工事したな。好意だと思ってたら土の子目当てだったのかい。いや、もういいもういいもういい、その話を進めないでくれ。私利私欲のために旅館が沈没したと考えると逆に腹立ってきたよ。土の子目当てに地下を掘ったまではわかるけど、人工温泉等の設備までサービスした理由はなぜなの。お、戻ってきた流れ。どう。簡単なことだ。旅館が沈没した事故に対するお詫びだろう。温泉が湧き出なかった件、そして旅館が沈没した件、償うべき理由は数多くあるからな。人工温泉などの設備提供や部屋のリフォームまでサービスするのは妥当な話だ。いいよ、もうそこのフォローをしないでくれ。ドリル重機までプレゼントしてくれたのは。土の子なんてデマだと気づき、ドリル重機が用済みになった。粗大ゴミの無料破棄ってところだろう。この旅館が70万ゴールドの援助を受けた割に財政なんてのも納得いく話だな。全ては逆だったのだよ。70万ゴールドの援助を受けた割に財政難ではなく、70万ゴールドの援助を受けてからの財政難ってのがこの旅館の現状だろう。旅館もバカだが、救世主 X ってやつも大バカだな。土の子なんてデマ情報に流されて大金をつぎ込むなんだな。そこで発想をさらに逆転させる必要がある。そもそも土の子の嘘情報を流して利益を得るのは誰なのか。え、どうこれ流れ。土の子の嘘情報を流す動機がありそうなのは、わからない場合適当で OK。もうこれどんどん進んでいきよるよね。そもそもがこの致命的なミスリードをするっていう流れなのか。旅館の誰か、警察の誰か、ヘビ、救世主 X。え、まあ、え、土の子の嘘情報を流す動機があり、救世主 X じゃないの。自分で作った嘘に自分で騙されて70万つぎ込むバカがどこにいるのだね。あ、そういうことか。救世主 X に対して土の子の嘘情報ってこと？え、誰？旅館？土の子のデマを流して利益があるとしたら旅館側だけだ。あ、まあ、それ目当てにお客さんが来るってことね。何を言い出すんだい。温泉がなかった頃の旅館を想定したまえ。温泉を掘りたいが地下を掘る資金がない。そんな時逆転の発想で思いついた方法とは？それが土の子の手配書？ってことか。そうか、温泉を掘ってもらいたい旅館サイドが土の子の嘘目撃情報を流せば。なるほど。どっかのバカが土の子情報につられ勝手に温泉を掘り当ててくれる。そのバカが救世主 X ってわけだ。なんで地下を掘ったの？土の子を地下におるって書いとったっけ。土の中みたいな。思い出したわ、この旅館の三大名物の話。温泉、気まぐれパスタ、そして金色の蛇って話よ。土の子のデマ情報を客集めにも使ってやがったか。まあ今となっては温泉もパスタも土の子も全て幻として消えたわけだがな。そうなると金の扉爆弾件は土の子情報に騙された救世主 X による旅館に対する復讐劇なのかな。いいや、逆転の発想はさらに続くのだよ。どんだけ逆転なんだ。もはや何も逆転してないんじゃないか。救世主 X が旅館を恨むのとは逆に、旅館側が救世主 X を恨んでいる線も十分考えられる。温泉が湧き出るどころか、旅館を沈没させた悪人としてな。いや、でもそれは、なぁ、土地的に、文字通りの逆恨みだ。そうよね。
救世主 X の名言を持ち出したのも救世主 X への恨みから来るものだろう。だから違うと言ってるでしょ。さっきから勝手に話を進めて。お、なんか怪しい雰囲気がなくなった。もう救世主 X だのツノコだのどうでもいい。そんなことよりさっさと裏口を開けろや。お金は、俺はこんなクソ旅館さっさとおさらばしたいんだよ。分かったよ、開けりゃいいんでしょうが。え、開けれるの？それだけよね。ほら開けたよ。おいおい、そっちの金の扉も開けろや。だから金の扉は知らないんだよ。夜中来た時点で設置してあったんだから。あ、そっか、要はミミズは宿屋が黒幕やけん、その金の扉を設置したのもお前らやろってインスタンスってことか。お前以外に誰が設置するってんだ。本当に知らないっての？鉄格子はバールを使わせる目的だから監禁目的じゃないでしょ。金の扉は目的が違うから別の犯人がいるのよ。犯人が別にいるにしても旅館側がその ATM に振り込んで金の扉を開けるべきよ。今日中に金の扉を開けなければ旅館ごと爆発するのよ。それでも構わない、誰かが振り込むまで待つしかないからね。それでも構わないって旅館だけがなくなると思っとる？死ぬんじゃね？は？大事な旅館が爆発するってのよ。え、何、旅館だけが爆発してみんな無傷とか思っとる？やっぱりこの旅館おかしいよ。旅館の呪いや人工温泉の隠蔽には一生懸命なのに、もっと深刻な旅館爆発には他人事、行動が矛盾だらけなんだよ。その理由もそこのヘビ探偵君ならわかるのではないか。大丈夫？致命的なミスリードじゃない？これもう君の言うことに乗りたくないんだけど。旅館側が呪いや人工温泉の隠蔽に熱心な割に旅館爆発の問題には他人事なのは、旅館側が爆弾を仕掛けた張本人だから。頭が湧いてる、頭が湧いてる逆転の発想。まあでもこれじゃない？え、やっぱ旅館側がお金が欲しくてやった？もうちょっとやめてって。ほらまたじゃないその通りだ。旅館にとって爆発問題は他人事ではなく本人事だったのだよ。自分で仕掛けた爆弾を心配する爆弾犯など存在しないからな。マジでさ、あのうははははーっていうのめっちゃ鳥肌立つんやけど。なんなの、ホラーなの？確かにそれしか考えられん。だったら旅館に爆弾を仕掛ける動機は何なのさ？お金じゃね？爆発は明日。明日といえばこの旅館にとって特別な日だったはず。特別な日？何？深く思い出す。大事な日。え？給料日前？え、でもそれよね、今の発言はこれやんね。その通り、給料日前という事実が重要になる。さすがは探偵君だ。おい助手、さっきから探偵君探偵君と、お前はいつから探偵の助手になったのだね。いえいえ、無敗の刑事たるもの、これくらいのハンデがあっても負けることはないでしょう。うん、確かにな。そんなことより給料日前ってことが爆発の件とどう関係するってんだい。給料日前、逆に言えば明日は給料日とも言える。そうだったよ、明日は旅館の給料日だよ。そんな嬉しい給料日に爆発なんてどういうことだい。出せる給料がないってこと？発想を逆転させたまえ。従業員にとって嬉しい給料日でも給料を出す側にとってはどうだね。うん、今の旅館は財政難と言ったけど、そこに給料日までブッキングしたら建築基準法の次は最低賃金法までも生まれなくなるわね。給料が出ないと生活できないな。この子のマイペースさが面白い。ずっと、え、7,000〜8,000ゴールドほど振り込まれるはずだよ。7,000〜8,000ゴールド、記憶にある金額数値だよ。金の扉ですね確実に旅館やん。そうだ、凶悪犯の要求している価格と一致する。あの7,770ゴールド振り込ませる ATM の全貌は、従業員に払えない分の給料を客に肩代わりさせるってシステムなのだよ。なるほど、7,770ゴールドっつう中途半端な価格設定も従業員用の給料分と考えれば納得だな。そんなの偶然だっての。偶然？議論も終盤に差し掛かるところであなたのターンになりました。
休憩、予習、セーブ、休憩しつつセーブ。レベル5以上やけんできるぞ。休憩しつつセーブ。HP もだいぶ減ってるしな。休憩しつつセーブもそれ、欲張りプランだよ。その辺の間寝転がって、回復。寝転がったままセーブ画面開くわね。そこのヘビ、何か言いたげだな。もう暴露するよ。お、給料がもらえんかもしれんけん。なんだい、いきなり。旅館の風評被害に関わるから黙ったけど、この旅館、過去にも金の扉での爆弾監禁振り込め事件が起きてるんだよ。同じことやるの？その話は旅館内の機密事項だったろう。給料払うルールを守らないなら、こっちもルールを守らないよ。だから給料は払うっての。どうやって払えるのか。おい、過去にも監禁事件が起きてたってどういうこった？過去にも旅館で監禁事件が起きてたことは事実よ。過去にも同じ事件が起きてんなら警察に届け出たのかよ。警察に届け出るも何も、その場に刑事さんたちもいたからね。え？おい、刑事もいた？まあな、旅館の風評被害に関わるから黙ってやってまだだ。黙るなよ。つまり給料が払えなくなるたびに客を監禁して給料分を振り込ませる。最悪な旅館やん。これが呪われた旅館手口ってわけだな。だから違うっての。それで過去の賢者は最終的にどうやって脱出したのよ。普通に金の扉が解除されて終わりよ。お客さん誰かが金を振り込んでくれてそうよ。成功体験がある。本当の救世主がいたものよ。まあ爆弾をちらつかせられたら普通の客は振り込むわな。今回のメンツがケチばっかでギリギリまで閉じ込められてる状態だが、今回の監禁の件で旅館も警察も他人事で振り込もうとしなかったのも、過去の件で無事脱出できると高をくくっていたからだね。っていうか爆弾自体は本当に設置されてんの？旅館がっていうならなんかいい夜だけで設置されてない可能性もあるんじゃない？ダミーとか。とにかく真犯人は旅館側で決まりなんだから、さっさと旅館側が振り込め。だから本当に金の扉の爆弾も知らないんだって。何、模倣犯なの？真犯人だろうが違かろうが、鉄格子の件、人工温泉の件、耐震偽装の件と、すでに罪は役満状態だろう。もういい加減旅館が振り込んで終わらせろ。だから旅館には払える金がないんだよ。財政なんだって言ったろ。久々かな、意義。いやでもさ、給料が払えるんなら払える金はあるんじゃない？ちょっと従業員には申し訳ないけども、久々の意義、久々の意義だよ。総力戦の予感だよ。いいぞ、殴り合いをしてでもババアに金を振り込ませるんだ。だから無理なものは無理なんだよ。財政難の上に明日は従業員に給料も払わないといけないんだから、そう、命を優先できるやろ。旅館が7770ゴールドを工面できる証拠を提示しよう。工面できる証拠？何？工面できる証拠って。ドリル重機、ムカデとハンターの持ち物、殺害されたのはシェフ、土の子、プレミア効果、ハンターが殺害される、旅館の機密事項を殺すことで判別、人工温泉、鉄格子。何？どういうこと？訓練できる証拠とは。でも土の子はね、旅館側が流したやつやし。何？ドリル重機？いやでも工面はできんよね、お金。なんかできるの？これは工面できるじゃなくて脱出できるかもしれんって方やしな。何？どれだよ。木、ドリル重機。だから従業員に給料を支払うのは義務。ただし支払う必要のなくなった給料があれば。従業員に支払う給料はちゃんと用意できとんか。で、減った分があるってこと。殺害されたのはシェフ。なんでシェフの方殺したんやろ。普通の従業員の方じゃなくて、損害って言ったやんね、旅館にとっての。被害者はシェフ。そうだよ、被害者はシェフってことは従業員。あ、でもそっか、シェフを殺したのは旅館じゃないもんね。
そこはムカデやけんか。死んじゃった従業員には給料を払う必要がないよ。それならシェフの給料分を脱出用の振込料に回せれば解決ね。シェフの給料でも7770ゴールドには足りないんだよ。そこのヘビ従業員の給料が7000-8000ゴールドって言ってたじゃないか。同じヘビ従業員でも給料が違うんだよ。どういうこと？シェフの方が安いってこと？違かったとしてもシェフの方が貴重な人材扱いだったよ。そうそうそう、貴重な人材の方が給料が低いなんて矛盾してるよ。それでも払えることは立証できないでしょ。7-8000ゴールドって数値には幅があるから、7770ゴールドに届かず払えない可能性の方が高いじゃないの。いやでも幅があってもさ、最低でも7000やったら770ゴールドだけやろ。出せるんじゃないそれぐらい。あのここのメンバーでも誤差があるなら貴重な人材のシェフの給料は多め寄りのはずよ。ついさっき従業員によって給料に誤差があるって自分で証言しちゃってるからね。ふん。さあそのシェフの給料をさっさと振り込め。ダメダメ、これは死んだシェフのお金だよ。勝手に使うなんて私が許しても死んだシェフが許しやしないよ。いや許すよ、みんなの命がかかってるんだ。なんだそりゃ、死人に口なし精神論、クソ解釈バージョンだよ。どうにもできないパターンのやつ来たよ。死んだシェフの気持ちなんてそんなの霊媒でもしなきゃ証明できないわね。シェフの意思を提示、命を粗末にしない。旅館に金を振り込ませる決め手になりそうな証拠データ。どこ行った？シェフが命を粗末にした矛盾。命を粗末にしないみたいなんなかったとか。でもこれなんかな。そうだよ、やっと分かったよ。命を粗末にしない主義のシェフが命を粗末にしていた最大の矛盾点。自分が死ぬことでその給料を脱出の資金にする目的だったに違いないよ。そんななんか保険金みたいな。確かにそれなら命は無駄にならない。命を粗末にするどころか蛇の命で全員の命を救っちゃったよ。シェフが命を粗末にしたのには理由があるって言ってたのはおかみさん本人だったわね。ぐぬぬぬ、旅館が金を振り込めることは立証済みだ。もう逃げられんぞ。分かったよ、振り込むわ。振り込めるんかい。これでようやく乗られてる感ともおさらばか。ちょっとこの ATM ちゃんと作動しないじゃない。どういうこと？停電でってこと？なんだと？振り込むのが嫌になって故障の振りじゃないでしょうね。本当にお金を入れてもエラーになるんだよ。こんな一番大事な局面で ATM がエラーなんて。ATM がエラーになった理由、考えられるのは停電でしょう。そうだよ、夜中の停電からの急なシャットダウンが ATM 故障の原因に違いないよ。でもそんなことで ATM 故障しなくない？ねえ、急な停電で ATM シャットダウンしたことあったけど、その後普通に復旧したよ。実体験。ATM の修理には業者を呼ぶしかないわ。そういうのも想定されとる作りやもんね。旅館の封鎖以前にまず連絡自体取れねえわ。金の扉は開かずの扉、他に開ける方法はない。それじゃあ脱出方法がないじゃないか。明日には旅館が爆発するのよ。本物の爆弾仕掛けとん？バカじゃねえの？だったらババア、爆弾だけでも解除しろ。だから爆弾の問題も私たちは何も知らないんだって。知らないのか本当に。玄関も裏口も脱出方法が途絶えてしまった。しかしまだ諦めるわけにはいかない。そりゃね、命かかってるからね。ここから逆転脱出方法があるのでは。脱出方法？あるのか？他に脱出方法がある？どうやって脱出するのよ。残された脱出方法、もうこれしかない。どれ？残された脱出方法。ドリル重機。それは地下を掘るのに使われたというドリル重機。そうか、ドリル重機で強引に壁を掘って脱出するってことだね。救世主 X からプレゼントされたドリル重機は旅館の地下にあるわ。まだ作動するはずよ。大至急地下に向かいます。ドリルの先端が壊れてるわ。
おいこんなんじゃ壁を掘れないから脱出できないよ。つい最近までは壊れてなかったのになぜなんだい。誰かが。ってことは凶悪犯の仕業に違いないよ。脱出ルートを完全に潰しにかかってるんだよ。このままじゃ皆殺しルートだよ。ダメだよ今度こそ。皆殺しルート。最後の希望は真犯人による絶たれてしまった。呪いの旅館に残された謎。金の扉を設置した真犯人。え、なになになに、ゲームオーバー？夜中にハンターを殺害した真犯人。そして命の救世主 X の存在。これらが全て一直線上に繋がれば。そしてここまでに全ての事件が黒幕の計算通りに動いているとしたら。旅館爆発まであと半日にして、ついに最終決戦が開幕する、あ、開幕するわ。大丈夫やわ。終わるんかと思った。VIP ルームだよ。従業員は特別な来客用の部屋だよ。が閉じ込められてるおかみさん。今回の監禁騒動だが、やはり怪しいのは旅館側だ。客に7770ゴールド振り込ませるために金の扉で監禁したと見て間違いないだろう。だから金の扉は知らないっての。え、これ次おかみさん殺されるパターン来る。監禁の件だけじゃねえぞ。人工温泉の件、耐震偽装の件もあるからな。本当にみんな死んでいくんじゃない。そのババアが真犯人確定なんだから死刑にしちまえよ。ほらこんなこと言い出すやつもおるし。真犯人は爆弾も仕掛けているんだよ。その真犯人を処刑してしまったら誰が爆弾を解除するんだね。旅館に仕掛けられた爆弾のタイムリミットはあと半日だったね。だから爆弾を仕掛けた方にはこうしてとこ閉じ込めておけば爆発前に自供せざるを得ないだろう。自供も何も金の扉の爆弾も知らないっての。それに言わせてもらえば警察だって十分怪しいけどね。いや私はもうあの致命的なミスリードのあたりからブラックドクターが怖くてしょうがないんだけど。昨夜ハンターが殺害された直前だって。容疑者のざれ言など聞くに値せんよ。それよりも今までの事件を整理する必要がある。まず3枚の扉で監禁された件。手前の木の扉を設置した犯人はハンター。そうだ、ハンターだったな。土の子を隔離するためだとかふざけた理由に扉を設置したって話だ。それから鉄格子を設置した犯人はムカデ。ムカデ、間違えた。ムカデじゃなくて旅館のババが設置したって話だぞ。ごめんごめん、全然違った。そうだね、鉄格子はバールを消耗させて地下の人工温泉を隠蔽する目的だったよ。残る金の扉もどうせ旅館側の仕業だろう。だから逆よ、旅館側は被害者側なん、被害者側なんだって。こっちはシェフが殺されてるんだからね。そうだよ、そのシェフを殺した犯人は確かここがムカデ。ムカデの毒殺による犯行だったな。そして当のムカデは自分の手についてその毒で自爆死。自爆死ならと虫けら界の張り晒しもいいとこだ。ムカデが殺人犯だったってことは弓津真犯人説もありえるわね。虫けら同士が結託して起こした一連の騒動じゃないのかい。なんだ徳祖ババ、今殺してやろうか。公開殺人予告だよ。もう疑心暗鬼で誰が殺人を犯しても不思議じゃない状況だよ。うちのシェフがムカデに殺されたように今度はおかみさんが弓津に殺されかねないわね。いやだからさ、見張りをつけとけって扉の真ん前に。鉄格子で隔離されているから平気だろう。いやーり、だってバールはあんなにいっぱいあったから。そうだよ、鉄格子に塗られている毒はあくまでヘビ対策用だよ。ムカデ同様ミミズも鉄格子をくぐり抜けられるからね。まあおかみが今殺されるのは困る。報酬品の包丁を置いておこう。もともと旅館の備品だしな。え、いや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 、違う、見張れって。もしミミズが侵入してきたらこれで撃退したまえ。おい、一番の容疑者に凶器渡してんじゃねえよ。前回ムカデのフォークが凶器になるからとかで渡さなかっただろうが。鉄格子で隔離されてるから平気だろう。なんなんこいつ、学習せんのか。あくまでミミズが侵入した場合の自己防衛用だ。その包丁は過去の事件で使われた凶器だったね。そんなものを渡すな、証拠品。その凶器で犯行に及んだ人物は確かハンター。そうだよ、ハンターが旅館台所から持ち出して温泉でヘビを殺害した凶器だよ。そしてそのハンターも夜中に殺害されたわね。その事件でヘビ探偵が音楽から発見した凶器は超電磁ドリル。え、超電磁ドリルやった？包丁、超電磁ドリルか。そうだね、超電磁ドリルだったよ。
電気属性でヘビ専用装備って話だよ。そういえば押収品の超電磁ドリルだが、金庫に保管していたのに何者かに盗まれていたのだよ。そういえばじゃないわ、軽っ。え、凶器が盗まれた？警察のくせにガバセキュリティじゃねえか。そんななんかね、会話の流れでさらっと言うことじゃないんやけど。お、今の従業員のカットはなんだ。まあ、超電磁ドリルを盗んだ者が凶悪犯と見て間違いないだろう。従業員側やけんさ、あの最後のバルも持ってこれるやろうし、蛇用の毒も通じんし、普通に殺しに行くねこれ。だったらその凶悪犯はヘビで決まりだな。え、なんでヘビなのさ。超電磁ドリルは尻尾装着型のヘビ専用装備って話だったよな。つまりそのドリルを用いて犯行に及ぶ可能性があるのはヘビだけだ。尻尾装着式なら同じような尻尾のミミズでも装備できるんじゃないのかい。まあ装着する程度なら可能でしょう。ミミズに使いこなせるかは別として。超電磁ドリルが行方不明のま話し合いが終わりそうです。超電磁ドリル所有者を今炙り出すべきだ。調査費用が欲しい。どう最近、何それ、どう最近、どういうこと。日本がおかしくなってきた。これにてお開きとする。超電磁ドリル所有者を今炙り出すべきだ。なんかちょいちょいお金請求するよね。余計なこと言わないの。ほら止めに入ってきた。宿泊部屋に戻ります。あの一言制度いる？